ジョン・ディビソン・ロックフェラー・ジュニアは、ロックフェラー家の著名なメンバーであり、アメリカ合衆国の資本家、事前家、スタンダードオイル創立者であるジョン・ロックフェラーの5番目の子供であり、一人息子、父親であるシニアと区別するために、一般的には、ジュニアと呼ばれていた。指則には、ニューヨーク州知事、第41代副大統領を務めたネルソン・ロックフェラーや、 アーカンソー州知事のウィンスロップ・ロックフェラー、著名な銀行家のデイビッド・ロックフェラーなどがいる。クリーブランド生まれ、ニューヨーク市のブラウニングスクールに通い、続いてブラウン大学に入学。卒業後は父親の事業を手伝い、また投資家としてもその名を馳せた。世界恐慌の間にロックフェラーセンタービルの建設に資金を提供した。結果としてロックフェラー二世は、 ニューヨークにおける最大の不動産所有者となった。さらに、アメリカの銀行である、ジェイスナショナルバンクが彼の信託投資会社を買収した時その支配的利権を得た。ロックフェラー2世はその文化事業によって最も記憶される。彼は、一族と共に、ロックフェラー財団とロックフェラー大学を創立した。さらに、バージニア州のコロニアルウィリアムズバーグ再建のための、 資金を提供し、ニューヨークの国連本部の建設敷地を寄贈した。ロックフェラー2世は、自然環境や、その保護に特別な興味を示し、アメリカの国立、国定公園のために広大な土地を購入、寄贈した。その中には、グランドティートン、アカディア、グレートスモーキー、ヨセミテ、シェナンドアが含まれる。ロックフェラーの会社参加にあった。 コロラド燃料製鉄会社でストライキが発生した時、鎮圧部隊が労働者ら30名以上を射殺している。当時の新聞は虐殺事件と報じ、社長だったロックフェラー2世を非人道的だと書き立てている。この件でヘレン・ケラーはジョン・ロックフェラーを激しく非難している。ロックフェラー2世は IB リーの助言により記者会見を開き、 その後は労働者と話し合うようになった。1943年米国科学アカデミーより公共福祉メダルを受賞。1901年10月9日、ロックフェラー2世はアビー・グリーン・アルドリッチと結婚した。夫妻は5人の息子と一人娘を設けた。ネルソン及びウィンスロップはその後州知事に就任した。ネルソンは 第41代アメリカ合衆国副大統領に就任した。ありがとうございます。